山梨清里清泉寮マイルドチキンカレーです。おお、すごいいい香り。お、じゃがいもゴロ、すごい大きいじゃがいもがゴロッと、こんな、それからこれチキンですね。チキンが、じゃあやっぱりですね、マイルドチキンカレーっていうぐらいですから、チキンからいっちゃいましょうか。これ、はい、チキン、うわ、こぼれた。あ、皮はもう本当に柔らかい。じゃあ、じゃがいももいっちゃおうかな。じゃがいも、大きいね。これもね、結構硬さがある程度残っていて、じゃがいもの、じゃがいもって感じ。伝わるかな。で、これルーの方なんですけど、色が分かりづらいかもしれないんですが、ココナッツミルク、かなりたっぷり入ってる感じ。チキンかツナかっていう感じの、そういう硬さですね。噛むと、こう、ズズズってこう崩れていく感じで、そこからこうチキンの旨味が少し出てきます。でもね、これ特徴的なのはやっぱりルーですね。ルーはすごくね、甘いマイルドなんだけど、結構辛いっていう。まあでも、もうやたらカーってなるほど辛いというわけではないので、食べやすいのは食べやすいです。これがね、やっぱ、まあ、カレーなんでもそうですけど、ご飯と合いますよね。この辺なんかこう、玉ねぎとか、人参、野菜がこう、すごく細かく、煮込まれているっていう感じで、すごくね、味にコクを出してますよね、やっぱこういう野菜類っていうのは。